はい、前節の富山戦の敗戦があったので、まあ、みんなしっかりとまず今日勝ち切ることと、まあ、富山戦での、反省点をどれだけ修正できるかというところで、まあ、40分間みんな集中して挑んだ試合だったと思います。田臥選手自身、まあ、今日前半スチールも決めてハッスルできたと思うんですけども、ご自身のこうパフォーマンス的に、まあ、コンディションの部分で言うと どのような感じなんでしょうか。まあ、練習だったり試合を重ねながら感覚は戻せている部分はあるんですけど、まあ、ヘッドコーチだったりスタッフだったりっていうの皆さん協力してくれて やらせてもらえているので、まあ、しっかり与えられた時間の中でパフォーマンスできるようにっていうのは、まあ、常に意識してやってます。チームとしてちょっと伺いたいんですけども、まあ、その先ほど言った富山戦の反省であったりとか、まあ、天皇杯の決勝の川崎戦でもそうだったかもしれないんですけれども、その、まあ、チームが出だしからこう勢いを出すというところの部分でいうと、この試合がこう課題的なものがこう続いていると思うんですが、その辺のこう要因というのがどこにあるのかというふうに考えていらっしゃるのかというところと、残り15試合を切って、ブレックスは今地区優勝に向けてかなりこう優位なポジションにいるのは間違いないと思うんですけども、必要なメンタリティというところの部分2点を教えていただいてもいいですか。まあ、しっかりと、ね、細かい部分にはなってくると思うんですけど、そのターンオーバーだったりとか、ディフェンスのコミュニケーションだったり、頑張って止めた後のリバウンドルーズボールだったりとか、そういうところをいかにチーム全員で徹底できるかっていうところが、まあ、これからの本当に残り試合チャンピオンシップに向けてより大事になってくるし、オフェンスの面でもやっぱりボール動かしたりだとか、流れがいいよく作れる時っていうのは得点にやっぱ結びついてるので、まあ、それがどれだけ40分間みんなで発揮できるかっていうところはもうみんな分かってますし、まあ、相手がいることなんで難しい部分は当然あるんですけども、その状況状況でしっかりと打開できるようにっていうのは残りの試合本当に大事になってくると思います。まあ、あとは その中でちゃんと毎試合勝つことを前提として、チャレンジャーとして戦う姿勢だったりっていうのは、まあ、強い気持ち持ってみんながやっていく必要があると思ってます。ヘッドコーチもおっしゃってたんですけれども、そのディフェンスの、まあ、コミュニケーションの部分で言えば、例えばその、まあ、もちろんそのタイムアウトだったりのタイミングでこうハドルを組んで、話し合うということもできるんですけども、そういったこのタイミングというか、その選手たちが、ベンチとかヘッドコーチに言われなくてもこう試合の中でこうもう少し自分たちがいろんなことにこう向き合ってというか気づいて修正するっていう部分でいうと、まだまだやっぱりもっとその優勝という大きな目標に向けて言えば成長していかなければならないっていうふうには感じてらっしゃるところなんでしょうか。もう本当にそのタイムアウトだったりハドルとかっていうのはもう当然で、その常に試合やってる時も練習からもそのベンチいるメンバーでもみんな常にそうやってコミュニケーション気づいたこととかあったら取ってより少しでもいいプレーができるようにっていうのはみんなちゃんと常に話し合っていかなきゃいけないのは当然のことですので、まあそれをしっかりと、選手だけじゃなくてスタッフもヘッドコーチ陣たちも一緒にみんなでやっぱいかに作り上げていけるかが勝てるチームになれる、かどうかだと思うので、はい、そこはしっかりとみんなで意識してやっていきたいと思ってます。逆にそのごめんなさい、富山戦だったりとか天皇杯決勝の川崎戦で言えばそういうところが足りなかったっていうふうに感じてらっしゃいますか。まあ本当にこれはもうずっとやり続けなきゃいけないことですし、本当にシーズンね最後まで
どれだけそこは成長していけるかって、もちろんプレーの面もそうですけど、そういうところの部分もやっぱ成長し続けられ、いける部分だと思いますので、はい、まあ負けた試合は負けても勝ってもそういう課題は出てきますので、そこいかにどれだけ勝てる試合にできるかどうかっていうのはポイントの一つだと思ってます。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。まあ、シーズン後半入ってきて、まあ、チャンピオンシップ勝ち上がっていくっていうところで、まあ、ブレックスってチームは多分状況判断のつまらないミスっていうのは非常に少ないチームという印象を持ってるんですけど、今後その正しい状況判断と、あと、まあ、気づきとか認知っていうところの質をより高めていくためのなんか鍵とかってなんか感じるところありますか？ちょっと難しい質問かもしれないですけど。いや、でも本当に試合の状況の判断っていうのは本当選手全員ができるようになっていければより良い、まあ、オフェンスも、まあ、ディフェンスもそうですよね、まあ、どっちオフェンスだけじゃなくてディフェンス の, その気づきとかコミュニケーションとかも本当に大事だし、それがオフェンスにもつながっていくと思うんで、そういうところで一つでもそういうミスを減らして一つでも多くいいプレーにつながるようにっていう、その本当細かな作業を一個でも増やしていけるかどうかっていうところは、まあ、みんな本当に分かってる部分なんですけど、それをね、毎試合どれだけ発揮できるか、そして最後の、ね、試合までに優勝に向けてどれだけ詰めていけるかっていうのは、はい、まあ、しっかりとみんなでまたここから意識していければと思ってますけど、まあ、そういった気づきと、あとオンコートでの、まあ、リードとリアクションの質を高めていけば、ブレックスというチームがまた再び頂点に立てるっていう風な認識でよろしいですか？まあ、そこを目指してみんなチームとして戦ってますので、そういうところを本当に、そうですね、そういうところはもちろんですけど、まあ、そういうもう上げたら切りないですよね、ディフェンスの部分、リバウンドとかルーズボールもそうですし、なので一つでも多くそういう細かな部分をしっかりと、まあ、成長、まだまだね、成長していける部分はたくさんあると思ってますんで、最後の最後までそこを突き詰めてみんなでやっていければチャンスはあると思ってます。やはりスタッ出ない部分ですね。スタッ、はい、やはりスタッツに出ない部分の重要さっていうのが、そうですね、まあ、特にね、チャンピオンシップとかになってくるとそういうところで勝敗を分ける部分も出てきますんで、もうもちろんスタッツに出る部分はもちろんですけど、出ない部分もみんなでこだわって、はい、やっていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では田臥選手の会見は以上とさせていただきます。すいません、遅くまですいませんでした。ありがとうございます。またよろしくお願いします。